はい、さあ皆さんこんにちは、キャンプカニです。今回ご紹介するのは私が現在いる沖縄のキャンプ場でございます。ネオスアウトドアパーク南城というね、沖縄の南の方に位置するキャンプ場なんですけども、僕の中ではですね、沖縄のキャンプの顔とも言える沖縄を代表するキャンプ場でございます。イベントも豊富なキャンプ場でオフ会をね、UL 会ね開かせてもらったりとか、ネオスさんの2周年記念にね、参加させていただいたりとか、伊平屋島キャンプツアーも参加させていただきました。すごいね、楽しいイベントが盛りだくさん、キャンプ仲間もできてね、最高でございます。そんなキャンプ場もイベントも楽しいネオスのキャンプ場をですね、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思います。今受付がですね、こちらになります。ネオスアウトドアパーク南城、こちらで受付をしますと。で、受付したらね、ファイルを渡していただけます。ファイルにですね、このいろいろルールも書いてあるんですけど、今開いてるのはここのマップですね。キャンプサイトのマップがここにありますね。で、今ここ受付で、受付すぐ近くにですね、トイレとかシャワーとかあります。そうですね、こちらがイベントスペースですね。イベントするときに使ったりする。で、そっちのね、浜の方もイベントスペースで、で今日はですね、沖縄 UL 会なので、イベントスペースで、貸し切りみたいな感じでね、使わせていただきます。すぐ近くにね、こういう海がね、ボーンってこうね、あるんですけど、すごいね、ブルーでね、綺麗です。とても綺麗なキャンプ場ですね。こちらトイレですね。トイレがあって、トイレとシャワーが一緒ですね。で、すごいね、綺麗です。で、しかもシャワーが24時間開放されてますので、ちょっとね、夜、シャワー浴びたいなと思った時に利用できるようになってますね。海入った後とかね、シャワー浴びたいので、すごいいいですね。で、コインシャワーになってまして、200円でシャワー浴びることです。200円で3分ですね。です。で、こんな感じで抜けていくと自販機ありますね。僕もさっき飲みました。こちらマウンテンデュー、美味しかったです。料金はね、お安いんですね。110円とか120円で買えますね。ペットボトルの方も130円とかで、非常にリーズナブルなお値段です。で、ゴミとかね、出るんですけど、ゴミも一人もね、有料ですけど、100円とか、最安100円で、200円払うと大きいゴミ袋になるのかなっていう感じなので、結構お安くね、ゴミも引き取っていただけるっていう感じです。自転車キャンプとかもね、すごい嬉しい。結構南風がね、こう吹きつけるような感じで、風っていうとね、キャンプだと、どうなのっていう感じなんですけど、結構ね、やっぱ沖縄暑いんで、この風がね、逆に味方してくれてますね。で、こちらがキャンプサイトですね。これ番号がありますね。1、2、1、2、3か、3サイトあります。こちらはもう南、南からこう風が受けられるんで、かなり涼しいサイトですね。風さえね、強風にも対応できるようなテントであれば、逆に風のね、恩恵を受けられるような感じです。すごい沖縄スタイルですね。そして水地場というか洗い場がそこにありますね。こちら洗い場、すごいいいですね。車がですね、入れるんですね。この道路、車が入れます。
車入って、で、キャンプサイトがこちら、4、5、6、7、8、奥までありますね。全部で14サイトございます。14サイトありますね。という感じなので、結構たくさん晴れますね。しかも、全部一等地。どこ張ってもね、見えるようになってます。この辺にね、椅子とかテーブルとか広げてできたらいいし、タープがね、ないぞという方はですね、ここに貼れば、日陰の中から届けますのでね。いいです。日陰であることと、風に負けない、ね、タープとかテント貼ると、最高に心地がいいですね。車がね、基本的に駐車場に停めるような感じになるので、すごい広々として使えます。車のね、開け閉めの音とかもね、ここなら気にせず楽しめますね。で、こちらは9、10、11、12だ。ちょっとね、先ほどのサイトより少し小ぶりなサイトになってますね。で、水道がね、そこにもあります。まだね、誰も来てないので、今こうやって歩いてますけど、人が入った時はここから横切るのは NG ということです。結構キャンプ場のね、説明してくれる徳さん、スタッフさんたちがですね、その辺しっかり説明してくれるので、マナーもですね、かなり安心できるんじゃないかなと思います。これから7月になるんですけど、今6月22日で、ここからですね、ハブクラゲがこの辺出るらしいんで、それだけ注意なのかなと思います。ここ行くとね、船の航路があるので、そこも出たら。はい、キャンプ場の朝でございます。こんな感じでね、皆さん貼られてますね。すごい、今日は満室っていうんですかね、満員でございます。すごいですね。でも昨日の夜はですね、割とこうすごいピタッと静かになってね、ちょっとこうスタッフさんがやっぱちゃんとこうアンテナ張ってるのが分かりましたね。こちらが、受付の中でございます。そう、受付がここであって、こちら商品が並んでるって感じです。で、外がね、結構これ買えんのっていうバーナーが買えんのみたいなっていう商品がね、ちょこちょこあって、普通に売店っていうかショップみたいなぐらいね、充実しているので、僕も実はここでギアを買った経験があります思わず買ってしまいました燃料もね、こう売ってるんで、なんかもし忘れちゃったりとかしてもね、着火剤もあるしね、ガス缶もあったりとか、そう、外もないし、ね、カセットボンベ、CB 缶もあるんで、割とね、忘れ物した時でも安心できる。そう、バーナー忘れても大丈夫ってのは心強いですねレンタルもしてるんですね、これ、ね、あ、ここは、これじゃ違う、中古品を。あ、中古品なんですね。はい、へー、なるほど。すごい。逆に買い取ってもくれるってことですか。あ、ってのは実はやってないんですけど、イベントの時にたまに、そういったフリーマーケット的なのやることがあるんです。へー。そういう時とかなんかに、うちらの使わなくなったものを販売させてもらったりとか、でもこの辺りちょっとお客様つながりで、委託でちょっと販売。あ、そうなんですね。面白い。でもネオさん、常連さんめちゃくちゃ多いですよね。あ、本当ですか。なんか、でもありがたいことに、たくさんの方にご利用いただいてます、ね。なんか常連さんが言ってました、それを。あ、本当ですか。常連さんの方が、いや、ネオさん、やっぱ常連さん多いよねっていう話してて。嬉しいですね、そう言っていただけると。おー、ありがとうございます。いや、徳さんの人徳でございました。周りの方々のさらにですね、こちらが、もう沖縄のね、スパイスがこうあるの、ね、堀西ちょっとね、あるけど、この辺がね、これめっちゃ気になっちゃう、クラフトコーラ、ね、クラフトコーラ、来週ね、車できたらちょっと買うかなと思ったんですけど、これはチリソースが、そうですね、エリソース、エリソースか、県産品ですね。この人はエリさん、エリさんですね、エリさんがソースですね、はい。
これはそれぞれが、うん、あのバーベキューで使える。そうですね、そうそうそう、サラダとかいろいろと使えるんですけど、味によって。で、まあ、お土産用にチョコレート。お土産用、化粧ばかりやってるんですか。これめっちゃいいっすね。そうそう、もう一口というか、うん、キャンプ1階にこのぐらいのサイズ持っていけば十分だと思うんで、うん、もうそういった仕様になっておりますね。4種類の味が2個ずつ入ってます。これ僕沖縄出るとき、うん、何箱ぐらい買おうかな、6箱ぐらい買おうかな。ありがとうございます。めっちゃいいこれ、うん、いいっすよ。もうあ、これなんかそうっすね、こんな感じで入ってますね、うんうん、エリソースは、まあ、間違いなく美味しいんですけど、うんうん、このエリーさんは実在するのかみたいな。あー、このエリーさんですね、エリーさんと本当にいるのかみたいな謎の人物、それがここに来て、うん、あ、やっぱり実在かだいぶアップで、はい、来ましたね。本当だ、これは AI じゃないですね。そうなんですよ。エリーさんの旦那様の、うん、あが社長ですね、こちら会社、うん、ネオスさんの社長。あ、うちらじゃなくてこのエリソース作ってる会社ですね。あ、そういうことですね、うん、エリソース作ってる会社の社長、まあ、奥様みたいな形なんですよ。そういうことなんですね。キャンプにも来てくれましたよ。あ、僕なんかすごい勘違いしてましたね。あのネオスの社長が作ったのかなって、趣味で作ったのかなって思いましたけど、違った。ソースの人ですね。このサイズに関してはその営業の方が、うん、このエリソースの営業の方がですね、めちゃくちゃ常連さんなんですけど、うん、まあ、一緒になんていうんですか、夜販売してる時に、なんかキャンプに持っていけるサイズがあったらいいよねみたいな話から生まれたんですよ。あ、そうなんですね、すごい面白いですね。キャンプから入ってる。そうなんです、このサイズ感。めちゃくちゃキャンパーの方なんですけど、へー、海外とかでね、こういう、ね、ソース、マックとか行くとね、うん、出るんですよ、うん、持っとくんですよ、うんうんうん、取っとくんですよね、うん、なるほど。で、マッシュポテト食べるときにかけてたんですよ、うん、マッシュポテト、うん、あ、ちょっとサイズ感見てもいいですか。ああ、そうですね、このサイズなんですね。これは分かりにくいですか。いや、あ、そうそう、こんな感じの。で、そう、もう取っといて、うんうん、そう、ロングトレイル中にみんなこう、なんかバッグに入れといて、うん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 、で、なるほど、マッシュポテトを食べるときに、ちょっとお湯で溶かすんですけど、うん、そこにペッとこうそれを入れて、うん、まあ、味変して食べるっていう、使ってて、うわー、食べさせてもらったんですけど、うまいんですよね、これがまた、うんうん、まあ、ちょっとバーベキューソースだなって感じなんですけど、美味しかった記憶があって、日本にもないんかなと思ったら、あったしかも沖縄にあったステッカーあったり、 T シャツあったり、そうですね、オリジナルのやつですね、オリジナルのね、うん、ステッカー。あ、これネオスって書いてますね。あ、そうですね。あ、トックさん、あ、聞きましたよく見たらトックさんやった。そうなんですよ、うん、誰だろうこの人たちと思ったら、あ、紹介しておきましょうね。弊社代表取締役、はい、会長の笹尾修司でございます。笹尾さんですね、すごい、始めました。そう、薪も買えるんですね。うん、そうですね、うん。結構たくさん入ってますね。そうですね。薪があるよとは。店内のレザークラフトされてる方が置いてくれてるアイテムだったりとか、この辺りとか、この中にアロマ入れるんですよ。うん、そうなんですよ、これアロマポットなんですよ、ね。うん、そうなんですよ。首にかけれるんだ。可愛らしいですね。やっぱり液体なんで色が変わるんですよね。へ、うん、それまた可愛いですよ。へ、これなんかビールとか売ってるんですか。これそうですね、クラフトビールを販売しておりまして、まあ、地元で言えば、この辺りのサンゴビール、南城市のサンゴビール、サンゴビールですね、うん、だとか、パッケージがいいな。あとはまあ首里のウォルフブロイさんだったりだとか、あとはコザ、コザのコザビール。これちょっと気になりましたね、このパッケージ。かっこいいですよね。いいなと思いましたね。コザのビール。各種ね、またね、カンカン、うん、そうですね、めちゃくちゃいいですね。こちらもウォルフブロイさんのやつですね。っていうね、お酒をね、買いたい方も買えるっていうのもあるんですね。まあ、あと氷も売ってるんですね。あ、そうですね、氷、その中に入っております。ブロックアイス、スーパーロックとか売ってます。ってな感じです。ここはですね、うん、こちらの方に、お、こちらなんですよ。はい、図書館のようにですね、ビーパルが、あ、なんか本めっちゃ置いてあるの、全部ビーパルなんです。全部ビーパル、すごい、ビーパルが揃っている。この都市屋のですね、よくしてくれるおっちゃんがですね、うん、全部持ってきてくれてます。
もうみんな好きでしょって言って、あ、じゃあもうちょっと並べましょうねって言って、並べさせてもらってます。いろんな発見がありますよ、やっぱり。なんか UL にしても、昔からもう10年以上前からそういった記事が載ってたりとか、面白いですよね。そっか、そんな前のもあるんですね。面白いですね。ビーパルマニアですね。どっかのビーパルに多分僕映ってます。そうっすよ、僕も一回映って、載せてもらったことあるので、どっかにいます。ぜひ探してください、皆さん。探します、この中で。何ヶ月かかかるかもしれない。ありがとうございます。あ、なんか見つけました。これはこれはもう皆さんに呼んでいただければ一番簡単にセットさせていただいております。いやー、すごい素でセットしてますよ、これ嬉しい。読めるようにしてますね。本当ですね。というわけでネオスアウトドアパーク南城のご紹介でした。目の前のね、海で遊びたいなと思った方はぜひサップやカヤックの体験もやってるし、 e バイクの貸し出しもあるので周辺を散策するのも楽しいかなと思います。また沖縄の気候はビールがねとっても美味しいので、ぜひ受付で美味しいビールを買って飲むのをおすすめします。ちょっとねスーパーとかコンビニが遠いので、買い出ししっかり忘れずにするようにお願いします。で、UL キャンプ大好きな皆さんはですね、ぜひこの徳さんにですね話しかけてみてほしいなと思います。それでは皆さん、またやーさい。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力とありますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。